アバター伝説の少年、アン。アバター伝説の少年、アン。アバター伝説の使用年,年、アン。は、アメリカ合衆国のテレビアニメシリーズ。アメリカ合衆国のニコロデオンとニックトゥーン。日本では、ニコロデオンや、アマゾンビデオ、ネットフリックスなどで、放送、配信がされている。エミー賞を受賞した、この作品は、 格闘技と元素の巧みな操作に満ち溢れたアジアをモチーフにした世界が舞台となっており、少年アンとその仲間たちが火の国の王を倒して火の国との大戦争を終わらせる旅をするという内容である。本編中におけるそれぞれの回は本の章に例えられ、シーズン全体は一冊の本に例えられている。アメリカでの初回放送は2005年2月21日。 最終回は2008年7月19日に4部構成のテレビ映画として公開された。DVD、iTunes ストア上や Xbox Live、マー r ッ a プレイス上の販売もされている。ファミリー街等で演出を務めていたマイケル・ダンテ、ディ・マーティノ、マイケル・ダンテ・ディ・マルティーノと、インベーダージムでアートディレクターを務めていたブライアン・コニーコ、ブライアン・コニネースコが原作者、監督として制作し、 フューチュラマの脚本家であるアーロン・イハス、アーロン・アイスが共同制作者として文芸面を支えた。ニックトゥーンのラインナップの中で560万人という視聴者数を獲得し、対象年齢とした6から11歳の男児以外の年齢層でも人気を博した。第1シーズン、水の巻きが成功したため、第2シーズン、土の巻き、第3シーズン、 木の巻も放映された。また、番組関連グッズには、ミニアクションフィギュアや、トレーディングカードゲーム、第1、第2、第3シーズンを元にした、ゲームソフト3本、パラマウント、パークス社から売り出された縫い組、レゴセット2つがある。米国ニコロデオンでは、本作から70年後の世界を舞台とした続編、が2012年4月より放送されている。 日本では2007年12月1日より衛星チャンネルのニコロデオンにて放送開始。シーズン2、土の巻まで放送されたが、シーズン3、火の巻の放送がされないまま2009年にニコロデオンが衛星チャンネルから撤退。同時に放送が中断され、日本語での視聴は困難となっていた。2015年頃にアマゾンプライムにて水の巻、 土の巻が配信され、2016年には火の巻が吹き替え版と共に深海し、これにより全シーズン日本語で視聴可能となった。2018年からは DTV 及び Hulu のサービスとして再上陸したニコロデオンやネットフリックスでも配信している。はるか昔、水の部族、土の王国、火の国、木の民にはそれぞれ水、 土、火、木の技を使う、ベンダーが存在し、四つの技をマスターした、アバターによって平行が保たれていた。しかし、百年前、火の国が戦争を始めた。戦争を止められるのは、アバターしかいないのだが、突如としてアバターは姿を消した。火の国は猛威を振るい、世界の調和は崩壊。もう二度とアバターは現れないと思われていた。それから百年後、 戦争は終わることはなく、アバターは伝説の存在となっていた。ある日、水の部族の少女カタラとその兄サカは、寮の途中で氷に閉じ込められた少年を見つけた。すると、大きな稲妻と共に氷から少年が目覚めた。彼の名はアン。怪しむサカをよそにカタラはひとまず、アンを村へ連れて帰ることを決める。交流を深めるアンと、カタラだが、実はアンは、 火の国によって滅ぼされた木の国の生き残り、つまり、最後の木のベンダーなのであった。一方、火の国の王子ズーコは復活したというアバターを討ち取るため、叔父のアイローと共に暗躍していた。ある時、水の国の村で、カタラと共にいるアンを発見した。ズーコは村を襲撃し、アンを見るなり、アバターと呼ぶ。居合わせたサカとカタラはその言葉に驚く。アンは、 世界の最後の希望、アバターなのであった。世界観は近代以前のアジアが元になっており、作中では全世界で読み書きに漢字が使われ、箸を使って食事をするなど、文化的には中国が主体とされ、日本、朝鮮半島、太陽国、インド、エスキモー文化のモチーフが所々に取り入れられている。魔法のような技が技術の代わりとなっているが、 ある程度の科学知識が一般常識とされ、石炭を動力源とする蒸気船や戦車、トラック、飛行船も登場する。火の国、水の部族、土の王国、木の民にはそれぞれ生まれつき、技を使える使い手、ベンダーが存在する。四つの技すべてを習得できるのはアバターだけである。火の技は、 人体に内在する熱から炎を生み出し操る技で、防御よりも攻撃に重点が置かれる。訓練することで、電気を放出したり、受け流すこともできる。火の技は、太陽の出ている日中に強くなり、夜間には弱くなる。振り付けは、北波昌林圏が元になっている。水の技は水を操る技で、水を無知のように操って攻撃したり、 氷をナイフのように飛ばしたり、敵を氷付けにして、動きを封じたりできる。血を操る技もあり、植物や動物の体内の水分を奪い取ったり、人を操ったりできる。また、水の技を使い傷を癒すこともできる。水の技は、満月の夜に最も強くなる。振り付けは、対極拳が元になっている。土の技は土や岩を操る技で、 地面から岩石を蹴り出して攻撃したり、岩石を打ち出して防御したりする。極めると金属も操れるようになれる。ほとんどの使い手は地面に直接触れていなければ技が使えない。振り付けは荒野剣が元になっている。木の技は大気を操る技である。風を起こして敵を吹き飛ばしたり、グライダーや棒を使って飛行することができる。高い冷静を持つ木の民は、 全員が木の技の使い手であるが、徹底した平和主義のため、命を奪う技が存在しない。振り付けは、八桁手のひらが元になっている。火の国の本土は、熱帯気候の火山性の列島から構成されている。このほか、征服した地の国の領土を植民地として支配している。世界最大の軍事力と工業生産力を誇るが、環境を顧みない。 工業化により、大気汚染や、水質汚染も見られる。黒髪に、金色の瞳を持つ国民が多く、辛い料理が好まれる。国家元首は、火の王。土の王国は、世界最大の領土を持ち、100年にわたる火の国との、戦争を持ちこたえている。王とは二重の城壁に守られ、不落を謳われる、バーシン星。国家元首は、土の王。 国民は緑色の瞳を持つ者が多く、頑固で粘り強い。水の部族は北極と南極に分かれた部族国家である。国民は褐色の肌に青い瞳を持つ。指導者は北と南に一人ずついる州長である。木の見えは東西南北の四つの寺院を中心とする遊牧民の国家で長老僧、または 二層の防議によって収められていた。国民すべてが、気の技の使い手で、不摂生を是とする最色主義者である。気の国の男性は頭髪を反り落とすが、女性は前髪のみを剃って、後ろ髪は長く伸ばす。気の技を完全に習得した者は、気の流れに沿って背中から額にかけてと、腕と足に、水色の入れ墨を施される。声優は、英語版。 日本語吹き替えの順である。2010年、この番組の第1シーズンを元にした実写映画、エアベンダー、エムナイトシャマラン監督、ノアリンガー主演が公開された。アバターというタイトルは、ジェームズ・キャメロンのアバター映画がすでに公開されていたため、エアベンダー、ザラスト・エベンダーに変更された。第2、第3シーズンを元にした続編も予定されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。